1945年4月1日、アメリカ軍が沖縄上陸を開始した。3月には硫黄島が陥落した時点で、日本軍はアメリカ軍の本土侵攻を覚悟していた。ついに日本軍は菊水作戦を発動する。残存する戦艦大和以下の水上部隊で占領された沖縄飛行場の壊滅と周辺の空母撃退を企図したのである。だが航空支援のない艦隊の運命はもはや誰の目にも明らかだった。4月6日、伊藤誠一中将指揮のもと、大和は1000機の敵機が待ち受ける沖縄に向け、山口県徳山湾を出港した。敵艦隊発見。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。
航空隊着艦。港艦隊より入電。沖縄の飛行場を手中に収めたアメリカ軍は計画通り沖縄付近で日本艦隊を追い詰めた。圧倒的優位を誇るアメリカ艦隊の前に日本の超ド級戦艦ヤマトは沈没。それは日本艦隊の終焉を象徴する姿でもあった。